全員か。すんげえ。皆さんこんにちは、ピカです。牧場物語再開のミネラルタウンやっていくよ。はーい、あとね、前回ね、子牛生まれたね。和牛十兵衛の子カウシカ。 よーし、やっていこう。もうそろそろね、フルーティーの子も生まれると思う。フルーティーの子はどういう名前にしようかな。わからん。寝よう。まあ、おそらくあと1日ぐらいだと思う。ああ、契約切れか。そしたら、なんだこう、なってないってことは水やり忘れてんのか、あいつら。まあ、いったの。まあ、いいか。契約をね、もう最優先に、今日もちょっと意識しとかんと、また明日一人でやらなければいけなくなったら、大変だから。あ、フルーティー？もう大丈夫か？あと2日か。あー、くさーい。これ、大変だよな。期限切れだったら、コロボックルと期限切れだったら、もう、半ば諦めるじゃないけど、まあ、諦めるしかないこともね、出てくるよね。諦めざるを得ない、ね、産業も出てくる。まあ、動物を取るか、作物を取るかっていうことですね。なかなか、金の卵とかになんねえな。俺やってた牧場物語は結構早く金の卵になったと思うんだが、相当やり込んでいたからかな。まあね、パイナップルはね、もうならないと思うから、水やりはやめときましょう。まあ、やるだけ無駄ですからね。あれは1回しかならないと思う。まあ、実験として、1マスというか、まあ、4マスだけでもちょっと水やっとくか。まずならないと思う。去年はならなかったもん。ただ、トマトとトウモロコシは水しっかりやっとかんといかん。ああ、大変。これでこの後トマトと、ねえ、このトウモロコシに水やらなければいけねえから。もう2時だぜ。よし。おい、ジャイアント、来い。ジャイアント、コロボックル行ってくる。ジャイアント、本当にお前、おい、これさ、1日って頼んで1回1回こんな頼みに来る人いないっしょ。 で、どういうことなんだろうか。1日にする必要があるんだろうか。まあ、
そこら辺ちょっと制作者さんのね、考え分かんないね。1日にして、また毎回こういう1人ずつね、仕事を頼みに来なければいけないの、めんどくさいだろう。水やりはね、大丈夫だよ。お前な、動物の世話だ。でもあいつらパイナップルにも水やるか。そうだよね。そこら辺考えないもんね。あ、じゃあ水やりいるな、普通にな。オッケー、頼んだよ。よし、これで今日の仕事を終えれば、まあ明日からまたちょっとだけ楽できる。え、どうして？ 4 時までなの？ぐっ 10分遅刻。ここにいるかな？いないな。あるよあるよ。ああ、ジョーロのレベルだけでも上がってほしい。このジョーロもミスリルになってほしい。なんとか10時にやり終えたぜ。あー、寝る、もう寝る。あかん。花火大会いつだ？今日だぞ。今日だ、花火大会。村長来てるか？誰も来てない。掲示板見てこうぜ、みんな。トマト、これお前、水やり残しのが本当まばらだね、こいつら。まだまだ。了解。まあしゃあねえよな。全部水やってるように見えるんだけどね。土の色とか確認してるつもりだが。あ、メール来てる。あ、所持金が5万ゴールドになったね。はい。ああ、そういえばあれ買いに行こうぜ、みんな。バター機。そう、鍛冶屋さんだった。え、10時だよ。え、木曜日だよね。え、どう、あ、花火大会だからか。そっか。そしたら掲示板見てこうぜ、みんな。溝の後ろに真実の玉が落ちていた。オッケーオッケー。これが女神様か。これなんかあるのかな。掲示板。ミネラルビーチね。PM6 時から、まあ浜辺行けばいいんだね。よしよしよし。
6時からね、オッケー。花火見ようぜみんな。ジャイアント、そろそろ浜に行くぜ。どこにいる？ジャイアント、来て。あかん、あいつ。ここか。ああ、花火大会。こんばんは。そろそろ花火が始まる時間かな。あー、ピカ君、君も見に来たんだね。ミネラルタウンの花火は格別だから見ていくといいよ。うん。ああ、渡せないよね。こんばんは、ピカ君。よかったわね、始まる時間に間に合って。うん。よし、誰に？町長か。お、お前お前。カイ、夏といえば海に花火だよな。毎年恒例なのに見てて飽きないんだよな。ここの花火は他の町よりもいい花火が上がるんだ。町長どこ行ったんだろう。あれ、誰に話しかければいいのかな。リックか。誰に話しかければいいの。いねえよ、長女いねえよ。え、わからん。ここは鍵かかってるね。ちょっと待って、全員と話せばいいのか。まだか。いつから始まるんだ。あ、始まった。全員か。あすんげー。あー、花火は海岸で見るのが一番だな。おお、まあどこで見ても花火は綺麗だけどね。あー、花火大会見れたね。6時か。え？おはようございます。さすが牧場主さん、朝早いのね。ポプリ、今日はピカさんにお願いがあってきたの。なんですか？あのね、ポプリの家のお店でも動物を飼ってるの知ってるでしょ、てめえ。はい、知ってます。それでピカさんの牧場ではどんな風に動物を飼っているのか見学させてほしいの。うん。案内してくれる？あ、いいよ。え、本当にいいの？やった、さすがピカさん。それじゃあ牧場の案内よろしくお願いします。うん。あ、ここが牛小屋です。ここで牛さんや羊さんを育てるのね。へえ、なるほどなるほど。あ、こっち、次こっちです。看板です、これ。これが牛さんたちの餌を入れておくサイロなのね。サイロの前じゃねえじゃねえよお前。こう俺の目の前に看板があるんですけど。いろんな施設があるのね。こ
ここがピカさんの牧場で鶏さんを飼っている小屋ね。いい鶏、ウサギ小屋だね。中の広さもありそうだし、小屋の作りもしっかりしてそう。でしょう？これだけの広い牧場を一人でお世話するのって大変そうよね。え、なになに？ポプリにはできそうにないもん。なんか手伝ってくれんのか？ピカさんってポプリの想像以上にたくましいのね。なんだかもっとピカさんのこと知りたくなっちゃった。今日は牧場を案内してくれてありがとう、ピカさん。とっても楽しかったし、勉強になったよ。それじゃあポプリ帰るね。うん、また、またね、ポプリ。釣り人 A 達成、なんだ？あ、釣った魚の種類が10になった。まあここは実験としてここのマスだけでね。まあ絶対咲かないと、実にならないと思うけどね。よし、これで今からでも動物たち出しましょう。あ、まあ明日だね。妊娠ね、フルーティーの妊娠、妊娠じゃねえよ、子供生まれるのね、やべえ、今日もバターメーカー買うの忘れた。土曜日、日曜日は家事屋やってるよね。生まれるぞ。まだか？まだなんだ。風が強すぎて外に出られない。あいつ生まれてるぞ、多分。寝る。おっと、そろそろ生まれる頃かな。あー、子牛が生まれた。どこに生まれてるんだ。隠れている。よし。あー、もう名前思いつかなかった。あ、パイナップル鳴ってる。2回なんのか。オッケー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 。水、そしたらやらないとな。これちょっとメモっておかないとな。絶対、わ、全部これ収穫ちょっと大変。あー、やばい。収穫一人しかいねえから手伝ってやらないとな。そして今日こそはなんだ、チーズか。あ、チーズじゃねえや、バターのね、機械を買ってきましょう。いや、パイナップルできたらこれまた3万いくぞ。しかもフルになってるし、こう、トマトもトウモロコシもパイナップルもね、これは4万ぐらいいくかもしんねえな。パイナップルレベル3、720円、1つ。おお、3万。まあまだあるからね。まあ4万近くはいくな、これね。まあ牛乳とか入れなくて3万だからね。よーし、12時。あ、またメールある。
あ、なんだ、ドクターからの誕生日のお祝い。あー、俺の誕生日だった。誕生日おめでとう。健康に気をつけて頑張ってください、ドクター。ポプリからの誕生日のお祝い。あー、エリーもハッピーバースデー、ピカさん、兄、おめでとう。いやー、エリーからも来た。誕生日おめでとう。年に一度は診察を受けてね、脳みその。はい。あー、嬉しいなー。そうそうそう、あれ買ってこよう。いや、でも、あれいるんだったね、あの医師。なんか、アラマイトとかなんとかね。どういう意思ですか。アダマンタイトね。ね、適当に言ってるからね、本当にぶっ殺しますよ。道具を買いに来た。チーズメーカー、バターね。まあこれ2万とかかかるけど、まあこれを作ることによって、まあさらに高いね、そのチーズとか高く売れるんではないかな。バター、とりあえずバターとチーズ買うか。うん、でも一つしか持ってない、アダマンタイト。まあバターでいいわ。完成後、バターメーカーはこちらで動物小屋に設置しておくから安心してくださり。はい、お願いします。いやー、そしたら待て、やっぱりあれも買おう。そっか、仕事中か。う、何や、何。ドクター、ここがわからないんですけど。どこだね。ああ、これはね、こうやってこうなんだ。あ、そっか、さすがですね、ドクター。わからないことがあればどんどん聞いてくれて構わないよ。はい、わかりました、ドクター。ちょっと待ってください。ちょっと。やあ、ピカ君。どうもピカ君、私ブルーのハートになったわよ。な、何、ハートブレイクですよ、僕は。え、何していたかって。医学の勉強しているのよ。おばあちゃんの足を治してあげる方法を見つけたいの。ああ、ちょっとやきもち焼きましたよ。町の病院に入院させたら、こんな無責任なことばっかり言ってもね、きっと治るよ。病院に入院させたら。え、町の病院、てめえ何。え、なんかまずいこと言いましたか、エリーさん。おばあちゃんはこの町から出るのは嫌みたいなの。おばあちゃんの嫌がることはしたくないし。ああ、町って、お前この町じゃないの。お、そういうつもりで。ああ、やっぱりエリー、こいつはちょっとただの変態だよ。治療には本人の気持ちが一番大事だ。エレンさんがそう望むなら、この町で治療を続けることが一番いいんだよ。僕に任せるんだ。ああ、ちょ待って。ええ、そうですね。本当にあなたは優しいしイケメンだし、私の右にいるあのしつこい男と全然違うかもしれません。いつもなんか粉っぽいんすよ、こいつ。はい、すいません。あ、すいません、粉っぽい粉っぽい男ですけど、すいません、もらってくれませんか。絶対おばあちゃんの足を治すんだから。はい、すいません、本当すいません。なんかまずいこと言っちまった。
無責任なこと言いたくなかったんで、言ったら、粉っぽいって言われました。皆さん、ダメです。ハートブレイクです。こういうハートブレイクの時は、がむしゃらに仕事をして、ぐっすり眠る。これが一番です。本当にそうでしょうか。バカ野郎。おい、ちょっとこれ、見ないうちになんか、本当に、馬役になってないか、これ。今日は多いな。毎回この調子で頼むぜ、おい。ああ、持ってってくれ。ああ、こいつ、みんな、見て。やあ、バナナ、今日も元気だね。ねえ、名前思い浮かばなかったから、バナナジュースにしとけ。ブラシかけてやるぞ、バナナ。あ、もうかかってんのか。あ、また岩が出てきやがった。我が牧場に。鶏小屋も増築するか。おお、まあまあ前回と一緒ぐらいか。3万6千か作物。あと2日か、あと3日か。あ、ザクさんの誕生日なんだ。でね、このパイナップルはさすがにもうならないと思うが、まあ一応残しておくかね。あー、粉です。でも、まあ、ようやく紫色から青色のハートになったね。頑張りましょう。まあ、秋の季節になったらね、まあ、勝負どころですよ。エリーの好きなね、お花。まあ、このそば粉はね、ただの好物で、大好物ではないんですよ。まあ、大好物は、まあ、オレンジビーナス。赤いマジックレッドソー。オレンジビーナスは、まあオレンジビーナスかしか できないけど、マジックレッドソーは赤いのでないと大好物じゃないんですよね。まあいろんな色できる、いろんな色じゃないか。たまに赤色になるっていうお花ですね。だからまあオレンジビーナスを大量に育てて、まあ確実に大好物をあげていけば、いい感じになるんではないでしょうかね。え、粉ばっかりあげてるもんね。間違えて寝ちまったよ。あー、こうなんだ、ゴッツさんのところ行って、まあ鶏小屋ちょっと見てこようかと思っていたが寝ちまった。まあとうとう29日か。多分ね、オレンジピーナスは結構買いだめしたと思うんですよ。秋用は、キャベツじゃない、まあこう小豆ね。オレンジビーナス1個しかねえぞ。おいおい、これちょっと待て。まあトイフラワー、
うっさー、オレンジヴィーナスってどこに売ってんだ。これなんだろう、あの帽子かぶったに兄ちゃんに、まあ花咲かせてくれってなんか頼まれていたような気もするんだよな。それかな。やべえな、秋のなんだ、植えるものあんまりねえな。ニート人参、まあごますぐか。まあトマトね、夏のうちにまあ8マス分買っといた。まあ春も買っといたし、まあ秋は秋でまた買うよ。まあとりあえずオレンジヴィーナス植えよう。買いに来た、こうほんと街灯とか売ってねえのかなこれ。これもまあゆくゆくはいるからな、買っとけ。時計も買っとけ。まあリッチマンですからね今はね。え、なんだ鳥小屋は。ちょっと広い家、これはまだなのか。とても広い家。ちょ待て、ベッドが置けるようになる。俺持ってる木材は右なんだ。木材全然足りないんだ。でサイロ、貝場を保管できる数が9999個になる。あ、木材全然足りねえな。木材買おうみんな。あ、鶏これね。あ、木材足りないんだねこれもね。分かった、とりあえず木材がキーポイントです。キーポイントじゃないけどね。木材ください。これ200300ぐらいください。そして、鶏小屋、鶏小屋っていうかとても広い家、とても広い家にしようぜみんなね。ちょっと広い家ってあるけど、なんだこれ、これはお金いらないの。俺今住んでるんだ。あ、そしたらとても広い家にすっかみんな。ね、あと100買おうぜ木材。買いに来た。まあ鶏小屋もゆくゆくは欲しいから、まあ買っといて。とても広い家頼むよ、広いの頼むよ。オッケー。何日かかるの。3日か。3日でできちゃうんだあんた、すげえな。よっしゃ、あ、時計です。時計、もう文字盤ちっちゃくて見えねえんだけど。ありがとうみんな。よし、バーバだな。はい、それではね、今回はここまでにしときます。
ではまた次回お会いしましょう。またね。